松田学です。先日ですね、たまたまテレビで国会中継を見ておりましたら、衆議院の本会議の代表質問で枝野幸男、立憲民主党の代表がですね、大きな声でウィズコロナではなくゼロコロナだとこうやっておっしゃってました。転換しろと、ゼロコロナに転換しろとこう言ってんですね。何言ってたかというと、まずは徹底した感染の封じ込めに取り組み、その間は十分な保障と給付で支える。感染を封じ込めた後に、旅行でも会食でもイベントでも制約なく安心して再開する。結果的に経済を最も早く立ち直らせることにつながりますと。というんですが、ちょっと私びっくりしまして、ゼロコロナって言葉を聞いて我が耳を疑いました。この感染症の基礎知識もなくですね、我が国の国家の最高機関、しかも本会議ですからね、よく恥ずかしくもなくと思いました。枝野さんも学力は十分の方なのにですね、何を勉強してこうやって国民に選ばれてるのかと、もう本当にこんなことでですね、犠牲者がどんどん拡大してるんです。この認識、間違った認識がですね。で、これ一般の方はご存じないのは仕方ないかもしれませんが、こう一国の、国会議員たるものはやっぱり勉強してから、国会で議論してほしいなと。そうでないと、間違った方向にどんどん行って犠牲者を増やすばっかりなんですね。で、まずここで感染症の基本的に押さえておかなきゃいけないのは、コロナというのはウイルスを絶滅させるものではありません。コロナウイルスというのは常に無数の種類のものと我々は一緒に生きています。人間の体の一部もコロナウイルスだと言ってもいいぐらいなんですね。で、感染をゼロにするということも、これも不可能です。これも不可能というか、そういうことは目指すものではありません。そういう性格のものでは全くありません。むしろ感染が日常的に起こっている、これをもう皆さんがこなしていると状態になることが初心の収束なんですね。このペスト菌のように、もうとにかく、隔離をして、そしてなくしてしまうというものとは全然性格が違うものだということなんですね。結局ですね、この収束っていうのは、私たち人間がですね、ウイルスに対する免疫力を高めて、そのウイルスに感染しても抗体が十分に戦えるまでになっている動的平衡状態とかいうらしいんですが、それを意味するものなんですね。ウイルスが弱毒化するっていうんじゃないんです。我々が強くなるということなんです。で、この点を認識することがコロナ脳から脱却する第一歩であると言っても過言ではありません。毎年のように私たち風邪ひいてますけれども、風邪は3日寝れば治ると言ってですね、もちろん風邪は万病のもとと言いますから、これはもう新型コロナもそうですけれども、重症化する方、あるいはこれインフルエンザもそうですね、インフルエンザもっと、新型コロナもっとそうですけれども、亡くなる方、もう毎年たくさん出てるわけですね。でも私たち毎年この風邪やインフルエンザのためにこんなに人々の行動を抑制するようなことをしてるでしょうか。医療が逼迫するなんてこと起こってるでしょうか。なんかこの扱い方が間違ってるからおかしなことが起こって、社会的におかしなことが起こってるわけです。で、我々毎年風邪ひいてるんですけれども、これ毎年この免疫の強化訓練してるんですね。で、毎年この風邪のウイルスが入ったりですね、あるいは感染したりして、免疫が強化することによって多くの人が風邪は3日寝れば治るという状態になってます。で、風邪をひいても我慢できない時はお医者さんに見てもらいますけれども、お医者さんができることは風邪を根治することではありません。今まで風邪というのは原因がよく分かってなかった。今回新型コロナで研究が進んでだいぶ分かってきたらしいんですけども、でも風邪はもう治すことができないものと。で、自分の免疫力で治してくださいという、その免疫で治すことをお医者さんはサポートすることしかしてないんですね。で、発熱というのはですね、抗体が出てきてウイルスを撃退してるわけなんです。で、その間はウイルスをやっつけてるということで、辛いんですけれども、でも我々そうやってウイルスと戦って日常生活を生きてるということなんですね。で、特に日本の場合、二重の神風邪と言ってますけれども、東アジア土着のウイルスのによる自然免疫とですね、そして弱毒性の新型コロナが先に入ってきたと、欧米入ってこなかったんですね。で、これによってできた獲得免疫という二重の免疫に守られているという状況ですから、この普通の風邪と同じような動的平衡状態に近づく方向に動いてるわけなんですね。すでに動いてるわけです。で、これを邪魔してるのが緊急事態宣言なんですね。で、感染ゼロだとか、ウイルスゼロウイルスだとか言ってですね、人々の
行動制限して家に閉じ込まらせると免疫力が特に冬は下がってきます。で、繰り返しウイルスに暴露しないとこの免疫が消えていくんですが、そもそも免疫って何かっていうと、私も専門家でないのでいろいろ専門家から聞いたお話を総合して申し上げますと、まずですね、ウイルスが細胞内に入ることを防ぐのが私は免疫だと理解しています。中和抗体とか言ってですね、それでこの入っていかないようにしているというですね、これテレビなんかもよく出てると思います。で、ところがこの免疫というのはですね、廃れちゃうんです、なくなっちゃうんですね。まあ、早いと、1ヶ月ぐらいで、重症化した人ほど免疫が長く続く、まあ、10ヶ月続くと言います。それでも10ヶ月すると免疫が廃れます。ですから去年1月ぐらいに弱毒性が入ってできた免疫が去年の11月頃にもう全部廃れちゃって、また感染が増えた。で、感染が増えたからといって何も騒ぐことじゃないんですね。というのは、我々一旦免疫ができた、集団免疫ができた日本人には免疫記憶が残ってるんですね。ですから次にかかった時に今度感染して細胞内に入っちゃいました、その時何が起こるかというと IgG 抗体って出てくるんです。で、これが早く出てきて撃退すればするほど重症化のリスクが低くなるということなんですね。で、この IgG 抗体が出る状態に日本人のほぼ全員がそういう状態にあるということは、村上や安文東京理科大の教授がすでに昨年の11月実証をしています。ですから、感染して抗体がどれだけ速やかに大量に出てくるかによって発症の程度が違ってきます。で、無症状のまま撃退してしまう場合もあれば重症化に至る場合もあるということで、とにかく答えは免疫力の増強にありということなんですね。で、海外でもロックダウンを繰り返すやるたんびにまた感染が増えることを繰り返しているということを、もう一回我々教訓としてよくそろそろ見た方がいいと。ロックダウンは緊急事態宣言は答えではありません。で、このまずこの少し正確に理解するためにはですね、まず我々が感染といってのは PCR 検査で陽性に過ぎないですね。この陽性っていうのは あくまでこの CT 値が高いという、まあ、この別のところでもう我々もこの CT 値を適正化する、正常化する、 PCR 正常化のための署名運動活動をやってますので、ぜひご協力いただきたいんですが、まずはこの、ウイルスそのもの、感染する生きたウイルスにそのものに PCR 検査が反応しているわけじゃないんですね。遺伝子に対して反応、遺伝子をものすごい増幅させて、それで、あ、いたとか言ってるわけなんですね。ですから実際には断片とか死骸だとかですね、あるいは遺伝子構造が未解明な我々の遺伝子の中にもウイルスの遺伝子がたくさんものすごいあるんですね。3割4割5割あるって説もあって、それに反応している場合もあるし、遺伝子構造未解明な亜種のウイルスに反応している場合もあるということで、まず感染でないケースがすごくあるということがはっきりしてきました。で、次に感染した場合もですね、その前に失礼しました。感染の前に暴露があるんですね。新型コロナウイルスでないものに、生きている新型コロナウイルスでないものに反応しているケースっていうのは今申したんですが、その他に生きている新型ウイルスコロナであっても単に暴露っていうのは体に新型コロナウイルスが存在しているケースなんですが、この単にですね、喉だとかですね、あるいは唾液にいるというだけの状態があります。で、そのさらにその暴露だけですと、なんてことはないんですね。問題なのはですね、感染以降なんですが、感染というのは細胞、ウイルスが細胞の中に入って増殖しているケースなんです。ただこれも人にうつす感染というのはウイルスが最低1万個以上必要なんですね。ですからそのケースが見分けられているわけでもない。そして感染しても無症状という状態があります。で、この無症状というのは免疫系がウイルスの病態を抑制している場合もその中には含まれます。そしてその中の一部に発症というのがあって、自覚症状があるケースなんですけれども、この自覚症状の中には免疫系とウイルスとの戦いでさっき言ったような発熱等の症状を発症している場合もあるということなんですね。で、この発症の中で免疫記憶によって先ほど言った IgG 抗体が早期に産生されている場合は重症に入るリスクは低いということですので、この IgG 抗体が早期にどれだけ大量に出るかということによって、その人の、いわゆるウイルスに対する、抵抗力といいますか、それを測るということを村上先生は提案しているということなんですね。で、そして重症化したり死亡した方の中にはコロナで、が直接の死因でない死因でも何でもない方もたくさんいるわけです。がんや脳卒中やいわゆる循環器系が日本の三大疾病
平だと言われてますけども、去年はおそらくその数が減ったという統計なんじゃないかとおっしゃる方もいます。というのはそういった方でもたまたま新型PCR 検査で陽性であればみんなコロナで死亡、コロナで重症者の方に分類されてしまうという状態なんですね。とこのいう状態であるの中で何が問題かと、もう問題だらけですが、やっぱり一番最近出てきた問題が医療の問題ですね。もう自宅で病院に入れず待機している方々が自宅にいる間に亡くなってしまうと。で本来は医療は発症した方をちゃんとケアすべき存在であり、逆に発症した方に対して医療というのは施かされるべきです。ところが今は感染症指定の問題があって、さっき言ったウイルスのかけらだ、遺伝子のかけらに反応している人も全部隔離するというようなことをやりますから、結果として本当に見るべき人のところに医療が届いてないということが起こり始めた。これ全部ウイルスゼロとかゼロウイルスだとか感染ゼロという間違った認識がもたらしている悲惨な事態だということで、これからどんどんこのままだと犠牲者が増えることを私は非常に懸念しています。報道によりますと、重症者用病院と医療人材のミスマッチがあるということなんですね。この首都圏の4都県の病院ではですね、いわゆる ICU 集中治療室といった重症者施設を持つ病院の2割のうち2割でですね、高度な容態管理を行う専門医がいなかった。そして 15% は専門医がたった1人だけだったと。つまり人が足りないんですね。でコロナ重症者が入院できる施設っていうのは ICU 集中治療室に加えて ER 救急医療室、あるいは HCU といって高度治療室といったものがあって、全国で1万7000床あるそうなんですが、まあ、通常医療でも使うのでですね、都道府県では2割程度をコロナ用にするという計画になってるんですね。でこのなんでこのそれでうまくいってないかというと、集中治療専門医が、医者が、お医者さんが不足してるんです。でこれはもう私も昔東京医科歯科大学に教授をやってたことあるんですが、当時も大学内で主張していることがありますけれども、日本はですね、内科や外科といった診療科の縦割りが非常に強いんです。で診療科をまたいで患者をこう見るというようなことが必要なのがこの集中治療専門医なんですね。でなり手が少ないんです。で総合診療医を、立派な、この医者の資格として認めるべきだということをずっと言ってきたんですけれども、やっぱり心臓外科だとかそういったもの の専門医だということを標榜するのがかっこいいということなのかしませんが、結果として個別診療科の専門医になるばっかりなんですね。技術習得が十分でないと。でちなみに集中治療専門医はアメリカは29,000人、ドイツは8,000人、日本は2000人というぐらいの差があるという報道もあります。まあ、そういう状況なので、このとにかくこのミスマッチということですね。でまあ、欧米の場合ですとやっぱり集中治療スタッフを豊富に抱えていてですね、100床以上の ICU を持つ病院が結構あるんですね。で勤それですと勤務シフトも組みやすいですし、弾力的機動的な対応ができるんですが、日本はここが非常に弱いというのが昔からありました。また欧米ではですね、専門医がネットで遠隔支援する仕組みも普及していると。でコロナ重症者が多くても逼迫しにくいように高い治療効率を実現しているということについて、日本も何らかの対応を図らなければならないと思います。公的病院、公立病院、公的病院、大学病院を軸に施設が整った病院をコロナ重症者の治療拠点として専門医を集約するとかですね、こういった対応策が十分に取れないような日本の医療の仕組みの問題、この危機管理といいますかね、感染症について今まで体制構築を怠ってきたことのツケがですね、回ってきていると。もちろん分類の問題もありますけれども、でも根っこにありますのは、ゼロコロナという間違った認識であるということを再度強調したいと思います。どうもありがとうございました。